公園に埋まった釘の緊急点検です。愛知県西尾市の公園で地面から突き出た釘が男子児童の膝に刺さった事故を受け県は県管理の公園などの緊急点検を進め危険は確認されなかったと発表しました森山区の小畑緑地ではゲートボール場で完全に地面に埋まった釘が21本見つかりましたがすべて撤去したということです